では、GD13 のローゲイン、ローゲインというか、まあ、今までちょっとデモをたくさんいただいて、まあ、デモ映像、公式デモとか、上げたんですけれども、この機種の、まあ、コンセプトが結構モダンディストーションということなんで、まあ、それに合うような、まあ、ギターでの収録、まあ、ジェームサイドとかサーとか、そういった感じになっていったんですけど、まあ、ちょっとトラディショナルな、普通のストラと普通のレスポールでどういう音がするかなっていうサンプルも必要かなと思い、そういう、まあ、楽器を使う場合は多分もうちょっとトラッド寄りな音作りになるのかなっていうことで、そういった動画として、今回収録してみたいと思います。ゲインモードであってもだいぶあるので、とりあえずゲイン今ゼロですね。ゼロで、で、トーンはだいぶ上げ目です。ちょっと下げていくのをやっています。で12時でもだいぶハイがなくなってしまうので、結構こういった感じをやるときはハイもトーン割と思いっきり上げる感じで、今モダンモードっていうちょっとアタックが出る感じのモードになってます。これをちょっと今そのままクラシックモードっていう方にしてみます。歪みが増した感じに感じますね。ここまでゲインを下げていると割と歪みが増えて音圧感がある。モダンモダンすっきりするっていう感じですね。じゃあ原因を上げていきます。まあギター側のボリュームちょっと絞ります。
はい、今クラシックモード、いやこれちょっとモダンモードです。上がってくると範囲も、十分に確保されていると思う。ちょっとあのトーンを下げても大丈夫かなっていう感じです。原因12時ぐらいですよ。じゃあちょっともうちょっといきなりじゃあもう3時ぐらいまでちゃう。だいぶさせても、伸びるような感じになります。今クラシックモードですよ。またボタンモードに戻してみます。はい、今シングルの、リアとセンターのミックスハーフトーンなんですけど、これで結構こう、ここがノイズキャンセルになってるセットも多いと思うんで、そうするともう割とこれぐらい原因を上げちゃってこんだけ伸びる音にしても使える範囲になってると思います。ギター側のボリュームを絞っても大丈夫ですね。これ今ローゲインモードをやってきました。ではハイゲインモードを、ハイゲインモードだいぶ歪むのでちょっとまた原因を、ただこれモードでハイゲインモードのところの高段の方でブースト量が増えるので、どうしてもちょっとノイズが、基本のノイズが上がってしまう。なんで、この原因を下げていても、ちょっとそれが気になるかなっていうところはあると思います。ハイもだいぶあるんですけど、ちょっと音を絞ります。ハイゲインモードで原因を下げるって、今ちょっとクラシックモードですけど、だいぶこうちょっとまとわりつく部分があるので、ちょっとモダンモードでしょうか。
ダンモードにした方がハイゲインモードでローゲインを作るときには結構スッキリして使いやすいのかなと思います。ゲインを上げていきます。例えばギアシングルでだいぶこのクラシックオーナーするとブホッとこう下の方の音圧はブワッとこう上がるので、例えばリアシングルだけどちょっとリアハブっぽい感じを演出するのももしかしたらいいのかもしれない。試しに上げてみます。の低高値のシングルコイピックアッププロストロートキャスター、じゃあレスポールでもうちょっとローゲインの方をやってみたいと思います。大人と違うのはハンバッカーなので、ちょっと出力が、元の出力があるので、オフの時の音量が大きくて、で、オンにすると、やっぱりこの中で歪むというか、ヘッドルームの部分で歪んでしまうので、そこでの音量が下がる。で、原因が同じ位置でもストラットより歪んでいるので、その分ちょっと、レベルを上げて上げる感じの設定になります。
もともとこうふくよかな音をまあパリッとしてるんですよ、そのエレクトリック的には。でもやっぱりボディのふくよかさとかあるので、割とそのクラシックモードにしてもこうダブ付きっていうのが気にならないかなという感じです。まあ、ただゲインゼロの状態でもだいぶローゲインでゲインゼロでもこれぐらいのゲインがすでにあるって感じです。ちょっとゲインが出てみます。マサボリもないやつをガーッと振り曲げた時みたいなバッっていうお松がお松がアタックというかを感じますね。結構これはありにありというか、結構こうレスポールでローゲインでこうそういうオールドロックな感じの雰囲気出るの結構ありかもね。それモダンモードの方がさらあの鋭くてちょっとマーシャルっぽい感じしますね。だとなんかそれがさらになんかこうちょっとこうアテネーターとかを使った時のマーシャルみたいな、ゲインを上げていくと、結構もうモダンな領域に入ってきちゃって、これは多分で、あの後藤さんのスペシャルデモではあのなんかもちゃんとしたレスポールで、あの結構これぐらいのゲイン域以上っていうのはやっていただいているので、多分そちらを見ていただいた方が参考になると思います。あ、結構でも今そうですね、ローゲインモードでゲインの10時とかそのあたりが結構おすすめできます。これもやっぱりピックアップも普通のローゲインと昔風8キロ付近ですね、8キロ付近の低放置のものが持っているピックアップになります。ハイゲインモードで試してみます。でもアンプの方は、ドクター Z、ドクター Z の、プレスクリプション ES っていうエクストラストレングスっていう RXES というやつですね。で、キャビネットが、フェンダートーンマスターの、あの昔の90年代のトーンマスターの、キャビネットで、スピーカーがヴィンテージ30になっています。